はい、ともくんチャンネルです。はい、今回はね、またまた別のカーモデルで、これね、長谷川さんのキットのフォルクスワーゲンのタイプ2で、ピックアップトラックの本当は箱とかでもね、レッド&ホワイトの色のボディでした。はい、それを僕のオリジナルで、これ制作してますが、僕は、ボディの色ですね、下の部分っていうのはこれ、ガイアさんとこの純色マゼンタですね。で、ちょっと上の部分がこれもガイアさんのところなんですけど、チェリーピンクブルーにしてます。はい。で、ちょっとね、リアの方っていうか、もうリアガラスのとこですね、ちょっとね、色つけてなかったとこなんですけど、それと、ボディのボディというか、後ろのね板のところですね、はい、が、これミスターカラーの GX メタルピーチですね。はい、まあこれはね少しだけのところに塗ってます。はい、まあ、全体的に言うたらもう純色マゼンタと、チェリーピンクブルーですねになってます。はい、これね、約1年ほど前に、買ってきて、でその時に部品紹介をして、でちょっとしてから足回りを作ってね、でこういう感じで僕のオリジナルで色分けをしてずっと放置してた、はい、カーモデルです。はい、それがこの前ね、ここ何日か前に、積みプラのところですね、ちょっとだけ掃除してたら、はい、制作途中のやつ、これが、放置してたやつが出てきたんで、また最後までね、完成をさせて、次のカーモデルに行こうかなと思って、もうちょこちょこね、途中でほったらかしにしてるカーモデルがいっぱいあるんで、はい、もうなんとかね1台ずつ完成させて、紹介してみようかなと思います。はいはい。でもうねほとんど部品はつけてます。もう、使う部品っていうのはもうメッキの部品と、はい、クリアパーツの方ですね。クリアパーツでも、ヘッドライトのところですねぐらいしかないですね。はい、なんかねこれ小さいヘッドライトの丸いやつと大きいやつとあるんですけど、説明書ではこの、はい、丸っこいやつですねがヘッドライトのメッキのやつになります。そこのところにこの小さいね、ヘッドライトのクリアパーツですねをつけてから、でその上に大きなこの丸っこいやつですねをつけるっていうようになってたんで、そんな感じにいきます。はい、なんかこのこっちのちっちゃい部品、クリアパーツは使わないと書いてますが、なんかね、これですねメッキの部品でこの、長細いちょっとね小判みたいな感じのやつがあるんですけど、これはテールランプの方なんですけど、これだけをつけると色分けをしてね、
テールランプをつけると書いてましたが、僕はね、そのメッキのブレーキラン、テールランプですねの上にこれちょっと見にくいと思うんですけど、これが、クリアパーツでもテールランプの方になるんで、これもつけてみようかなと思います。はい、まあそうですね、これとか、まあ、ワイパーですね、ワイパーとかで、ハザードかな、はい、で、アンテナとかもね、はい、ありますし、でマフラーもありますし、はい、そんな感じですね。はい、まあ、バックミラーとかもこれありますね。はい、まあもう、次回ぐらいで完成できると思います。はい、もう大きな部品っていうか細かいね、部品はつけてやってます。もう内装もね、緑で色分けをして、もう部品つけてますし、でこのガラス面とかの、窓枠とかもね、色分けをしてるし、はい、でまあガラスのクリアパーツもつけてますしね。はい、でホイールタイヤも色分けを、はい、してやってます。この白い色はガンダムマーカーのニューホワイトかな。はい、でホワイトリボンみたいな感じにしてます。はい、はい、でまたね、なんか部品でこの蝶つがいですね、はい、蝶つがいをつけたりで、ここにね、キャッチをつけたりで、こういうボテの中ですねのこの棒ですね、はい、15本つけてみました。はい、これも説明書に書いてたんで、こんな感じでねつけると書いてたんで、つけてみました。はい、であと、はい、リアバンパーもつけてるし、で、フロントバンパーですねもつけてますしね。はい、で今ちょっとね色を見たらバンパーだけですね、バンパーのところがこの純色マゼンタで、ボディのね、色ですね、下の部分がこれですね、プライマリーメタリックレッドですね、もうちょっとしかないんですけどね。はい、これですね、はい、これが下の部分、プライマリーメタリックレッドが下の部分で、上の部分がこのチェリーピンク ブルーですね、はい、になってます。はい、ここですね。はい、この部分が、プライマリーメタリックレッドで、でこのピンクの色ですね、はい、っていうのがチェリーピンクブルーですね。はい、でバンパーが、純色マゼンタですねになってます。はい、まあ次回でね、完成すると思うんで、はい、であとこういうねラインとか、フォルクスワーゲンのナンバーとかね、フォルクスワーゲンのエンブレムかな、はい、
のデカールもあるんで、それもつけて、まあ完成させて、次回完成させて、その完成の紹介をまたしてみたいかなと思います。はい、まあ、そんな感じでね、約1年前の買ってきた、長谷川さんのキットのね、このフォルクスワーゲンのタイプ2ピックアップトラックのね、方で僕のオリジナルの色でね、こんな感じでちょっと作ってみました。はい、まだちょっとメッキの部品とかクリアパーツとかそういう部品つけるところもありますし、デカールも最後にね、貼って、一番最後に普通のオートクリアを吹いて、乾かして完成させますんで、次回の動画も見てください。はい、それではね、今回はこんな感じで、紹介を終わらせてもらいます。はい、次回の動画もお楽しみにしていてくださいね。お疲れ様でした。ともくんチャンネル でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、バイバーイ。